高層っていうのは卵系じゃない。はい、はい、そうですね。でも、アマちゃんそのみかんっていうのは、うん、あのお姉さんですよね。はい、あそこで本当は女系になったわけですよ。ああ、はい。本来の正式な、うん、高等、高等の相続権というのは、出雲にあったわけです。うん、出雲というか、スサノオに。うん、でも時代がアマちゃんそのみかんで要素した。いや、あれほら、前にあの、もやまのあれで俺ほら、戯曲書いたけどね。あれ先生も言ってたんだけど、要するにずっとほら、大和の若田様からずっと、男系で来てたんでね。で、スタノオミコトも自分のところに、あれが来るかと思ったら、みんながほら、アマテラスオミカミの方がいいって言うんでね。あっちへ行っちゃいそうだったんで、それで頭に来て、ね、暴れたんだっていうことなんでね。先生が言うにはね。自分がね、初めて男系で滑り落ちたのは一番最初の人間だって言って、うん、汚名残すことにもなるしね、うん、それで須田の見事面白くなってねあれしたんだけど、やっぱりみんなの人気がね高いんでね、まあ、これは、まあ、山本先生 の本によればね、うん、あまりにも天照大神が優れた神通力者で、うん、徳が高かったんで、まあ、後継ぎっていうかな、影響力を持ったって、ここには書いてありますね。で、それ大衆もみんなそう思ってたんでね、うん、もうすごい神通力者だったらしいね、うん、それでもう周りの空気が変わるぐらいの感じの美貌だったらしいよね、うん、そして山本先生は天照大御神見たことありますかって言ったら、うん、何回も見たことあるって言って、この世にこんなに美しい人がいるのかっていうぐらい、まさに自然の芸術だって言いましたよね、うん、相当美人というか、うん、オーラがあった人らみたいですね。最終的には須田の御事も、うん、それを悟ってね、うん、で自分はね、うん、あれだったんで、それで親にね、うん、出雲へね行って、出雲が変だから、うん、まとめてこいって言われて、じゃあ俺はそういう役目だってんで行ったんだよね、うんうんうん、だから大和のオロチのね、うん、あれ退治した後、その鉄拳をね、うん、またもう一回アマテラスオミカミとこに届けに来るんだよね、うんうん、ああ、どうか神々しいですね、火を取ってくれたよ。ここ竹原の宮は元伊勢神宮内宮という施設があるんですね。アマテラスオミカミにゆかりが深いということは、先ほど宮本健三弟子の会の方々の、ね、会話で読み取れたように、飛騨天孫降臨説からすればですね、非常に重要な、宮ですね。様式としては伊勢神宮と同じで20年に1回ですか。あ、やるみたいですね。土地が空いてるんですよ。はい。あちらに移すんだと。あ、なるほどなるほど。戦後ですね。うん。ここは弥生時代とか縄文時代の遺跡が出てくるんですか。あまり聞いたことはないですけれども。うん、あと、まあ特徴的に言うとですね、こちらの方が伊勢神宮よりも古いと。一応順序としてこちらが先になってますね。はいはいはい。分身という制度で、まあ日本の場合そういうどこで祀ってもいいというのがあるんですよね。
はい、お願いします。はい、古事記に、はい、田地からおの御事、この雨の岩戸をこう開けた、天照風御神をお出しした田地からおの御事は、佐奈のあがたにいますという文章が残ってるんですね。うん、この佐奈のあがたというのはここなんです。うん、で、この佐奈神社に祀られてます。これは皇室と何か深い関係があるんですか？いや、直接の関係はないですけどね。要するに天孫族の一人ということですかね。ということを扱いになってますね。ああ。で、下空が元下空ではないかという説があるんです。あ、元下、あ、さっきのが元内空で、ここは元下空で、そして今の伊勢神宮になったと。移ったと。そもそもの伊勢神宮のそもそもがの元宮がさっき言ったところ で、うん、で外宮がここ、そう、これ誰も知らないんじゃないですか。でも、ね、知ってる人は知ってるんだけど。あ、知ってる人は知ってる、すごいな。この石をあげたのかな。あ、岩倉がありますね。岩倉、あ、うわ、なんかこれすごいね。あ、天照大御神岩屋。ああ、古事記のこと書いてあるんですね。あ、書いてありますね。古事記712年に次田地からおの神は、佐奈のあがたにいますなりですね。あ、はい、あ、これは創立年代は不明、不詳であるかっていうぐらい古いということかな。うん、古事記自体が712年だからね。ですね。当社の 別名を中宮というのかな、あ、中宮とか大森社などと、なるほど。外宮とは深いつながりを、あ、そうですね、さっきの、さっきのね、説明にあったように。こちらの佐奈神社には夫婦杉というのがあるんですね。杉というところが大変気がいいとしか言わないですけど、いいところで、最後にですね、我々全員にですね、御光がさせていただいたと。光輪というんですかね、ちょうど西日がですね、この鳥居をくぐるところの背景に西日が頭上から我々のことを照らしていただいたというのが非常に印象的でした。まあ歴史もいいですけど、今現在はですね、非常にありがたく感じるというのは幸せでした。それでは3日目もよろしくお願いいたします。